本日紹介するのは、元卓球選手の石川かすみさん。生年月日は、1993年2月23日生まれ、身長が157センチ、山口県出身です。石川かすみさんは、1993年2月に、山口県山口市に生まれます。両親は、共に元卓球選手で、福岡大学卓球部の同期、卒業後、 父は日卓クラブ。母は福岡日産自動車で結婚まで選手として活動していたが、父の転勤で山口県に移住。父は同地のクラブに移籍、母も出産後活動を再開し、国体の山口県代表となった。山口市立平川小学校の1年の時に近所で行われていた白石卓球クラブの練習に、 連れて行かれたのが、きっかけに遊び半分で卓球を始め、7歳の誕生日に、両親からユニフォームをプレゼントされ、本格的に卓球を始めたそうです。元国体選手の母、久美さんの指導を受け、練習3ヶ月で、全日本選手権ンビな部、小学2年以下、山口県予選を2位通過し、本戦でも、ベスト64に入った、 才能を確信した両親は山口市の自宅に卓球場を作ったそうです。2021年、2020年度、全日本卓球選手権女子シングルスで5度目の優勝を果たした。2020年、東京オリンピックでは日本選手団副首相を務め、卓球競技の女子シングルスでは準々決勝まで進出したが、準々決勝で、 シンガポールの選手に1対4で敗れた。2023年5月、現役引退を表明し、同月18日、引退会見を開きました。今後、石川佳純さんが活躍されるよう応援していきたいですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、グラビア、モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければ、 チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。